はい、ごきげんよう続きまして、今日の美食所ご飯に参りたいと思います。<laughs> えっと、今朝と、まあ、お昼、朝兼みたいな感じで私が食べた、えー、今日の最新の美食所ご飯です。こちら、祈祷の美食所スイーツ見てくださった方ありがとうございます。あのー、よかったらこちらまだの方見てください。美味しい、えー、太らない、ダイエット、 アンチエイジングクレープです。はい。では、今日の、えっ、ー、と、美食女ご飯、ちょっと前に食べた、美味しかったです。こちらも、とっても美味しくて、満足でした。これ、ちょっともう、映せてないんですけれども、あの、お漬物、京紅カブラも食べています。<laughs> はい。えっ、ー、と、こちらはですね、えっ、ー、と、そう、イカ、イカとキャベツの炒め煮みたいなの作っちゃいました。 なんかあの大地の漬け魚の貝だと思うんですけどもそれに入ってたなんかイカのそれに入ってたのかな単品だったのかなちょっとどっちかわかんないですけどもとにかく大地宅配のイカの醤油漬けイカの生姜醤油漬けっていうのがあったんですねそれを流水解凍させてでそれでなんかまあそのまま焼いて食べてもねあの美味しいものだと思うんですけれども あのやっぱ野菜が取りたいなと思ってなんかあのキャベツとかねあのお野菜で炒めたいなって思っちゃったんですなのでオリーブオイルを敷いてこちらの解凍したリイカかなシュルメイカな何イカだったかちょっと忘れちゃったんですけどもこちらのイカのえっと醤油生姜醤油漬けとそしてねオイシックスの雪下キャベツって ありますよで、ね <laughs> ね、オイシックス愛用の皆さんねもう雪下キャベツってありますよねあれをねあの半分ぐらいかな4分の1ぐらいかなあの切ってでそれであの炒めましたで炒めてなんか炒めてる間に水分が出てきたのでなんかもう煮物みたいになっちゃったんですねでちょっっと味を見たらやっぱりその うん、これまあ単品で食べるものなのかわかんないんですけどもちょっと味が拡散されてキャベツとかで薄まってね薄いなと思っちゃったのであの自分であのもう煮物風にしちゃえと思ってあのちょっとあの味を見ながら、まあ、もともとそのイカに味がついてるのでそれを考慮してちょっと深みが足りないなと思ったらお醤油を入れて甘みが足りないなと思ったらアガペシロップ入れてコクと甘みが足りないなと思ったらみりん入れたり。 あとなんか風味が足りないなと思ったらお酒を入れ,お酒を入れたり、まあ、それもほんとちょっとずつあのもう自分のさじ加減なんですけどももう濃くなっちゃったらあの美味しくないのでねなのでほんと濃くならなくって美味しい感じででもすっごいちょうどよくあの仕上がりましたちょっとだけヌチマースも入れたかなっていう感じで、まあ、自分で適当に感覚で味をあの足して美味しいなんか 炒めにみたいなイカのとキャベツの煮物みたいな感じになってこれもすごくヒットでしたねとっても美味しかったですはいえー、っとですねこちらがうーんとこれはですねあそう <laughs> ごめんなさいねこれなんだろうとお味噌汁ですねごめんなさいもうあの本当にお味噌汁がちょっとすごいアップすぎてびっくりしちゃったんですけれども <laughs> お味噌汁ですあのさっきも紹介した なんかレンコンとかそうですね。これなんだろうと思ったらカツオのたたきですね。カツオのたたきのなんか破片が浮いてたんですね。なんだろうって思っちゃいました。あの、カツオの余ったたたきも入れたので、まあそれでまたお出汁が出て美味しくなりましたね。人参、レンコン、カツオのたたき、小松菜とかなんかいろいろととにかく入ったアンチエイジングお味噌汁です。これはね、大塚さんのお味噌を基本にして、 ちちょっと八丁味噌も入れちゃいましたね。あともうすごい生姜もまも丸々1個刻んで入れたので結構生姜がピリッと効いてる感じなんですけどもすごくあのデトックスの温活のお味噌汁になったんじゃないかなと思っていますでこれやっぱりね大根おろしがすっごく食べたくなったんですねなのであのやっぱイカだけだとあとタンパク質がまず足りないなと思ったんですなので大地の釜揚げしらすそして頑張って大根をおろしました。 で、こちらが、おにぎり。あ、もう時間がなくなっちゃった。おにぎりは梅干しです。あ、ちょっと待ってくださいね。また、ちょっと、〇に続き。